music's the only reason that I'm still in existence. Going long with this rap, but I ain't catching the pigskin. Coding encryptions, future slowly is slipping. But lately I've just been in denial like an Egyptian. On a mission to rap for the youth. The world's looking at me now, guess they're facing the truth. はいどうもアクです。今回はモダンウォーフェア3の実況やっていきたいと思います。ルールはチームレスマッチ、場所はインターチェンジです。今回もね、まあいつも通りだけどスナイパー使ってやっていきたいと思います。どうしようかな。バレットもいいな、たまにはね。まああまりにね調子が悪かったら途中で変えるかもしれません。なんだろうね、モダン3発売してすぐのあたりかな。ニコニコ生放送見ててね、インターチェンジでね、バレット使ってる人がいてですね。ずいぶん前の話なんですけど、まあそっからなんだろう、インターチェンジ、バレットっていうなんか、わけわかんないイメージ、印象がね、勝手についてしまって、自然とね、インターチェンジではね、バレットを使うことが結構多いですね。まあ、MSR ももちろんあるんですけど、今回まあ、バレットを使っていきたいと思います。できるだけね、慎重にね、慎重にと言っても、ずっと覗くわけじゃないけど、なんていうの？命中率ね、下げないように。まあ、近距離のね、連射が多分一番の低下の原因なんだと思うんですけど。はい。いないな。いた。オッケー。いいね。おっと。なんであそこに行ったんだ。棒立ちだったけど、エイムはしっかりしてましたね。素晴らしいです。いや、これ前回もあったでしょ、これ。前回も、これだよね。これやっちゃうんだよね。バレットだと。これやっちゃうんですよ。連射を。まあなんだろうね。あんまり、ほぼもう無意識な感じでもうバレットを連射するようになっちゃいましたね。まあ一時期ね、もう荒ぶってる時には、もうバババーって、もうなんだろう。アサルトライフルみたいな感じで。もうどんどん連射してね、大変なことになったんですけど、今ではまあ、まだ今でも、ずっといるんだな、そうなんですよ。おーっと、嘘だろ？マジで、奥から出てくるんだって聞いてませんよ。よし、サムタレとここに仕掛けてと、A 地点に敵がいるが、こっちにも敵がいる。あー、やられちゃったか。この戦術マーカーにあえて重ねてタクという、ね、後ろかい。やばい。これはやばいパターンだ。はい。はい。終わりました。くっそー。あそこで耐えてなければな。間違ってさ、あれだよね。他の人のね、出待ちしてくれるかなと思ったけど、そうもいきませんでしたね。自分が耐えちゃったせいで。お、まだ待ってる。まだ待ってるよ。まあ待つよりね、他の敵倒しに行った方がね、キルできると思うんですけど。まあ私もね、たまにありますよ。待つときはね。まあでもね、待つと言ってもね、危なかったらまあもちろん離れますけど、なんだろう。すぐ出てこなかったらまあすぐどっかに行きます。俺の場合はね。UAV とかちょっと怖いんで、出待ちしてて負けるとかね、そういうのもね、やりたくないんでね、ちょっと怖いんでね、あまりやんないんですけど、いけるっていう時、あれ？なんかちょっと終わるの早くない？おかげでバレット一発撃っちゃったけど、常にね、私、無人偵察機使う時はね、ブラインドアイ対策としてね、常に R1 を連打してるんで、終わった後とかね、発砲してしまって、ちょうどそこにね、敵が、そういう時に限っているんですよ。まあ、全くね、嫌な話なんですけど、危ない。本当によく、一
ぱいいるけど倒せない。あそこの景気感銃がね、張ってるんだよな、そこで。もう2回もやられちゃったよ。よし、よし、いける、いける、ない、いけない。なんだ、新兵に負けちゃった。今回もね、新兵多いですね、0周目の。まあ、やっぱりね、強いプレイヤーとか中心にね、BO2 に行っちゃったのかな、と思います。多分買ったばっかりとかね、BO2 発売したから、まあ、まだ買えないから、モダン3買おうかなっていう人が来たのかもしれないですけど、ダメだ、やれる。くそ。あそこのね、サムターレットじゃなくて、IMS ね、邪魔だよね。スナイパーで破壊したいっていうのもあるけど、多分ね、銃声に気づいて絶対来るんですよ、何人かね。いっぱいいるもん。なんでこんなにいるんだろう。サーマルっていう。ここに耐えても何回も出てやろうかっていう。おっと、危ない。おっと、おっと、連射しちゃったよ。また当たってないよ。よしよし。新兵のいいところ見せてくれました。戦術マーカーの、役割に気づいてないという。私もね、最初見たときね、これただのオブジェクトかと思いましたよ。モダン2だとね、キャンペーンモードに出てくるんですよね。ステージで。赤いトーチがね。だからさ、なんだろう。それと見間違えて、なんかいきなりそこから敵パッて出てきたからびっくりして、死ぬっていうね。まあ、ただそれだけの話なんですけど。あ、引っかかっちゃった。まずい。お、終わった。はい。ポイントだけは高いですね。はい。ということで最後までご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、コメント、評価いただけると嬉しいです。はい。はい、はい、はい。じゃあ、さよなら。The force of gravity ain't stopping my attraction. To get these damn presidents, Franklin, Lincoln, and Jackson. Always rapping, holler for a feature. Full court press, used to sit up in the bleachers. With the teachers, now I'm blowing speakers. Giving y'all my soul like the bottom of my sneakers.